君はアドル・クリスティンを知っているか。アドル・クリスティン、16歳の時にふるさとを旅立ってから晩年に至るまで生涯の全てを冒険に捧げた希代の冒険家である。彼が残した100余冊にも及ぶ冒険日誌には、彼が生涯を通して見聞きし体験した冒険の全てが記されてある。これらは決しておとぎ話ではない。そこには余計な脚色など一切なく、鮮烈で時に残酷ですらある現実の冒険が描かれているのだ。だがそこに描かれる幾多の世界、光景、そして出会いに満ちた冒険の数々は触れたものを引きつけてやまない。そう、彼自身がその冒険に魅せられたように。これより綴られるのはアドル・クリスティンがふるさとを旅立ってから3年後、フェルガナ冒険記に収められた記録である。彼がその肌で感じ体験した冒険をどうか彼自身になったつもりで紐解いてほしい。ようやくフェルガナにたどり着けたな、アドル。思ったよりも波が高くて随分遅くなっちまったが、しかし懐かしいぜ。考えて、マーゴのおかみさん、ガードナーの親父さん、それにチェスターとエレナ。へへ、元気でいるといいんだが。こいつはひでえことしやがる。この石碑はな、フェルガナ各地に残っている道祖神なんだ。何でも大昔にあったっていう精霊信仰の遺物らしい。しかしそれがこんな風に荒らされちまっているとは。やっぱりあの噂は本当なのかもしれねえ。なんだ今のは。向こうから聞こえてきたみてえだ。おい、ちょっと待てよアドル。たくしょうがねえな。おいおい、嘘だろ。クソ、なんでフェルガナに魔物なんかが嫌がるんだ。こんな町の近くに現れるなんて。危ないところを助けていただいて、本当に旅の方ですよね。おーい！
お前が行っちまった後、しかし何だってフェルガナに魔物なんかが。おっと、魔物に襲われかけたみてえだが、お嬢、見たところ怪我はなさ。どうした？腰を抜かしたってんなら、町までおぶって行ってやろうか。見覚えのない顔だが、どうせレドモントに住んでる。ドギー？やっぱり、はあ、夢みたい。ドギーが、もう今の今まで何をしていたのよ。ちょっと待ってくれ。俺のことを知ってるみてえだが、あんた一体。もう、何を言ってるのよ。昔兄さんと三人で忘れたなんて言わせ。俺の知ってるあいつはおてんばで。私もう17。そうか。はじめまして。それか、私の名前、エレナストだ。エレナ、こんな遅くまでどこに行ってたんだ。帰りが遅いからみんな心配してたんだぞ。ごめんなさい、ガードナーさん、心配をかけてしまって。私、ま、無事だったんならそれでいい。それはそうと、後ろにいるのはお客人か？見かけない顔のようだが。
よく見てみて。見かけない顔だなんて言ってられなくなるんだから。何？よう、ガードナーの親父さん。相変わらず門番の仕事に精が出るじゃねえか。お前は。ドギー、もしかしてドギーなのか。ご無沙汰。この悪ガキがよく帰ってきたな。一体今までどこで何をやっていたんだ。まあいろんなところをブラブラと旅して回ってた。そんなことより出汁が一緒なんだ。冒険か。そりゃまた珍しい兄さんだな。だがその腰の剣を見る限りなかなか腕も立ちそうじゃないか。アドルさんはすごいのよ。さっきも私が魔物に襲われかけたところを助けてくれたの。そんなことがあったのか。いや、俺からも礼を言わせてくれ。こうして門を守っちゃいるが、街道まではとても手が回…そのことなんだが、あの魔物どもは何なんだよ。フェルガナで不吉なことが起きてるって噂は聞いてたが、まさかあんな物騒な奴らがうろついてるとは思わなかったぞ。まあ、そうだろうな。ああいったのが現れるようになったのは、ちょうど一年くらい前。今じゃ、旅人や商人の足がすっかり遠のいてるありさまなんだ。そうだったのか。ま、今日はもう遅い。詳しい話は明日にでもしてやるよ。さあ、あんたも遠慮することない。ここも昔と変わってねえな。この宿酒場は昔住み込みで働いてた場所でな。おかみさんにはガキの頃からいろいろと世話になったんだ。そうだエレナ、チェスターを呼んできてくれよ。あいつとも久々だし、せっかくだからみんなでたーっと酒盛りでもしようぜ。残念だけど兄さんは今は出かけていて町にはいないの。なんだ、そうだったのか。ま、仕方ねえか。それじゃあ私、一旦家に戻るわね。みんなに心配かけちゃったから、無事を知らせておきたい。ああ、俺たちのことは気にするなって。しばらくここで厄介になるつもりだからな。そういや、お前とチェスターは今も町長と一緒に暮らしてるのか。
気にしないで。アドルさん、それでは私失礼します。今日はゆっくり休んで旅の疲れを癒してくださいね。なんか妙に引っかかるが、ま、気のせいだよな。しかしエレナも随分と年頃の娘らしくなったもんだぜ。よし、それじゃあ中に入るか。元気そうで何よりだぞ。まったく、いくら旅先だからって頼る。すまねえ。まあ、あんたのことだから、とにかく無事に。あんたはドギの連れか。そうかい。このしかしさ、まさか。おかみさん、二人ともお腹が空いてるだろ。腕によりをかけてごちそう。それでご安心ください。ティグレー採石場、あとは部隊を編成。例の力さえ手に入り、本国はおるか。閣下ならば必ずやその夢を。そなたには朗報を期待しておるぞ。身に余る必ずよ。そういうわけでアドル、師匠ってのは俺、あの人ならこの地に、まあすぐに戻ってくるか。何かわからないことがあったら、町外れに住んでるって言ってたから、それじゃ行ってくるぜ。